ABCD ミスター D 夜空の星よりキュートだよ。あ、ミスター D と申します。ガンミとしての役割、裏のゆるふわマスコットですね。あとなんか基本的なガンミのスケジュールの管理だったりをやってます。長所は、つぶらな瞳です。短所は骨格ですね。はい、まあ、短所も伸びれば長所になるかなっていう感じで生きてます変えたいんですけどね、本当は。でもちょっと、ま、なんか変えられなくなっちゃったというか、ちょっと恥ずかしいですよね、ちょっとやっぱ名乗るとき ABCD ミスター D。 なんかその高校の時に急に D って呼ばれ始めて、で、あの自分その M フローのバーバルさんが好きだったんですけど、その曲中に結構ミスター V って呼んでるんですね。 V それかっこいいなってちょっと多分あの高校の時思って、でミスター D にしようかなみたいなしてから、そうですね、変えられなくなっちゃったというか、はい。好きなタイプの女性、あ、ちょっとバカな子が好きですね。はい、ちょっと抜けてる感じ。そうですね、ちょっとなんかそこ抜けてるのみたいな、ちょっとバカな子が、はい。ママはあのデブって言われてるユキ、デブです料理とかよくなんかその前ロス行った時とかも料理とか作ってくれたりとかして助かりました。めっちゃ美味しいですね。そのサンちゃんも結構料理がすごい好きで本当に美味しかった。でもちょっと焼きそばはめっちゃしょっぱかったですね、サンちゃんの焼きそばはめっちゃしょっぱかったですそうっすね、多分そのガンミ自体がそのエンターテインメントを追求してるので、多分見どころは多分たくさんあるかなと。でもちょっと多分言えないですけど、今は見に来てくれた人が分かるかなっていうか見に来てくれればっていう感じになると思います。はい、まあ、なんか野望っていうよりかはじゃないんですけど、そのなんか、まあ、まあある日急に死んで楽しかったなって思える人生って入れたらいいかなっていう。もうこいつ行っても、まあ、明日行っても、あ、もう楽しかったって言えれるような人生では毎日でいたいと思います。はい、はい、OK です。いただきました。おっ